したチャーリー、一体何が気に入らないんだ。ベニーをそこまで毛嫌いするのは奴が昔の自分に似てるからか。奴が俺に冗談じゃねえ。ブリガンテ、酒を断られたのはこれで二度目だ。なんか文句でも。そうかもな。どうやら誤解があるようだな。俺はベニー・ブランコだ。覚えてるだろ。シェルガクソったれ。花でも噛んでから出直してくるんだな。てめえなんかと話すきりはねえ。勘違いするな。てめえは俺とは違う。チンピラだ。オラ組織とつながってた。だがお前の仲間と来たらどうだ。ケチなカッパライがイカ様野郎かオカマちゃんぐらいだろうが、こんなとこで遊んでねえで表で女の財布でもカッパらってろ。俺はステフィーさえ返してもらえりゃ文句はねえな。ステフィー行くぞ。うちの従業員には手を出すな。おめえが後悔することになるんだぞステフィー。ちりこれがこの貴様、こっちに恥をかかせやって。あ、分かったよ。牛虫やるよ。デイブ、やれるもんならやってみろ。この腰抜け野郎が。いいから銃をしまうんだ。邪魔見ろ。ちくそう、てめえ覚えてろ。この金は必ず返すから。あの野郎、ちくそう、手離せ、離せってだよ。誰だと思ってんだ、離せ。おい、ルディ、店を頼むぞ。カリート、離せば分かる。頼む、頼むから聞いてくれよ。おい、カリート、よし、お前たち、もういい、話してやれ。貴重、いいか、ベニー・ブランコ、よーく聞け。ステフィーは俺の店で働いてる女だ。今後一切この辺りをうろつくんじゃねえ。もし見かけたら、この俺がただじゃすまさん。あの余裕気だぞ。おい、ボレが。あんたの時代はとうに終わったんだよ。俺をやるならさっさとやるな。でなきゃこの俺があんたの頭をぶち抜くぜ。しゃばれ。早いとこ裏口からおっぷり出せ。ベニーちゃん、大丈夫かな。ロジー運べ。早さ、まずいぞ。抑えてるつもりでも俺には昔のやり方が染みついちまってる。こんな時はどうすべきなのか。ベニーを消すのが一番。ここでやらなかったらこう言われるだろう。カリーともすっかりやぎやまったな。昔はあんなにタフな男だったのに。さすがの奴にも無償暮らしは応えたから、うん、街はちゃんと見てる。どんなことも見逃しはしねえ。そのぐらいにしておけ。チキショウ、ほらやっちまおうぜ。海までは大した距離じゃねえ。なあ、昔よくやったじゃねえか。おい、きっと楽しいぜ、カリート。なあ、話してやれ。なんだって。いいから話してやれ。昔の俺ならあんなチンピラさっさと始末してたはずだ。やるべきだと分かってても、今の俺は人を殺す気にはなれねえ。俺の望みは町からずだかることだけだ。もう話してやれ。どうだった、奴を殺してくれたんだろうな。お前のご期待には添えねえな。銃をよこせ。何、似合わねえものを持つとろくなことにならねえ。やられるぞ。なった。俺を腰抜け弁護士だと思ってんだ。俺の客は悪党ばっかりなんだぜ。デイブ、気安くそんなものを振り回してたらお前はそのうち間違いなくあの世行きだぞ。それでもいいのか。分かったら銃をよこせ。俺もいい友達を持ったもんだな。なあ、実は土曜日に別荘でパーティーを開くんだ。来てくれないか。話があるんだ。話ならここでしろよ。